はいどうも皆さんこんにちは、ということで今回です。皆さん今日はですね、前回ですね初代ギャラクシーのギャラクシー S の紹介をしたんですけれども、今日はそっからちょっとバージョンアップしてまたギャラクシーなんですけど、これもまた僕が昔ねいじくっていたスマートフォンで、まぁ、ちょっとまた思い出に浸ろうかなという、昔のスマートフォンを振り返ろうのコーナーなんですけれども、今回紹介していくスマートフォンはこちらでございます。サムスンギャラクシー S3α SC03E の紹介でございます。でこのスマートフォンまた僕が高校とか中学生ぐらいの時に使っていて、カスタムロとか入れてた思い出があるんですけど、でこのギャラクシーね僕結構好きなんですよ。っていうのもまずデザインね、見てください、この丸っこくてこのホームボタンが細長いこのギャラクシーのデザイン、僕これ好きなんですよね。このデザインはギャラクシー S4 にも同じような形で引き継がれて、 S5 から結構変わったんですけど、まあ、S3 と S4 はねこんな感じのデザインなんですよ。でなんかデザイン賞も確か当時受賞してるぐらいの、まあ、デザインでして、まあ、なかなかなんかちょっと可愛らしいというか、可愛らしいんだけどちょっと高級感のあるデザインのような感じで、今回なんで S3α なのかっていうと、日本版の無印 S3 SC06D っていうのは確かデュアルコアスナップドラゴン S4 の CPU が載ってるんですよ。ただこちらの S3α っていうのは CPU がですねエクシノスの4412っていうものが載ってるんですね。でこのエクシノス4412ってこれクワッドコアなんですよ。なので一応日本国内で発売されたサムスンのスマートフォンの中では初めてのクワッドコア搭載、しかもそれがサムスン製の CPU エクシノスっていう、まあ、結構なね変態端末なわけですよ。まあ、元々グローバル版の S3 っていうのはこのエクシノスが載ってるんですけど、日本国内版っていうのは無印に限っては、まあ、スナップドラゴン S4 が載ってると。ただこの S3α は海外版の CPU をそのまま載っけたよみたいな、それが S3α なんですよ。まあ、というような感じで当時価格的には安いんだけど CPU はクワッドコア載ってるってことで結構コスパがいいスマートフォンだったんですよ。なんで僕も当時高校生の時にこのスマートフォン買ってカスタムロム入れてめちゃめちゃ遊んでたんですけど、でなんかどうやらこのスマートフォン向けのカスタムロムって未だに水面下で開発が進められてるらしいんですよね。で一応ザラッと調べてみたところ、現在 Android バージョン9のカスタムロムがこちらのギャラクシー S3α に乗るらしいんですよ。でまあ古い端末とはいえど一応クワッドコア乗ってるので、多分 Android 9ぐらいだったら全然動くんじゃないかなと思って、でなおかつ僕このスマートフォン、さっきも言った通りめちゃめちゃデザインも好きなんでお気に入りの端末なわけですよ。こいつにちょっと Android 9入れて息を吹き返させようかなと思って、ということで今回こちらの懐かしいスマートフォンにですねカスタムロムを入れてちょっと遊んでいきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。今回の導入方法は非常にシンプルです。まずはじめに端末をシャットダウンさせ、ボリュームダウンキーとホームキー、電源ボタンを同時押しして端末をダウンロードモードで起動し、PC と USB で接続します。ロム焼きツールであるオディンを通してカスタムリカバリーである TWRP を端末にフラッシュし、その後端末内でリカバリーを起動します。リカバリーを経由してカスタムロムをフラッシュし、無事起動しましたら S3α のカスタムロム化は成功です。お疲れ様でした。はい、ということでこちらのギャラクシー S3α の方 Android バージョン9にして Google Pixel 化の方成功いたしました。で一応こちらのスマートフォンでベンチマークだとか、あとゲームとかをプレイしてみて、実際どのぐらい動くのかなっていうのを軽くちょこっと検証してみたので、それをちょっとね見ていきたいと思います。でアンチツベンチマークのバージョン8をこちらの S3α の方で走らした結果、スコアが約5万5000点という結果になりました。前回動画で紹介した LG の L01F、 あれがスナップドラゴン800の CPU だったんですけど、あちらのスコアがだいたい6万80001000点だったんですよね。なのでスナップドラゴン800の CPU を載せたスマートフォンに比べると、まあ、スコアがだいたい1万3000点ぐらいしたかなと。まあ、スマートフォンのねクワッドコア CPU が出始めた最も初期の方の CPU なので、まあ性能はねもちろんスナップドラゴン800に比べると低いのかなってのはうなずけるんですけれども、まあまあ5万点ぐらいは頑張ってくれるよという感じにはなりました。で一応こちらのスマートフォンでマインクラフトをプレイしてみたんですけれども、プレイできるかできないかっていうと、まあギリギリできるかなっていう感じではありましたね。まあ、正直メイン機でもっとなんかいいスマートフォンとか持っとって、なんかマインクラフトとかプレイしたことがある人が、このスマートフォンでプレイしたら、いやちょっとさすがに重たいなとか感じるところはあると思います。まあ、マインクラフトの 3D ゲームがちょっと厳しいんで、まあ、他の 3D ゲームとかも多分厳しいんじゃないかな。そんなにね、快適に動くとはまあちょっと言えないです。まあ、プレイできなくはないけど、快適にはプレイできない。だいたい30、40fps ぐらい出てくれれば、まあ妥当なんじゃないかなってぐらいの快適度ではありましたね。ただまあニュースを見たりだとか、あとなんかウェブブラウジングとか SNS とかぐらいだったら、まあ、全然このスマートフォンでもこと足りるかなとは思います。あと YouTube の視聴とかね、動画の視聴とかもそんな重たい作業しなければ別にこのスマートフォンでも全然活用できる場所はあるんじゃないかなとは思いました。クワッドコアが出始めた頃のほんと昔のスマートフォンをこうやってカスタムロム入れてなんとか使うっていうのも、これもまた面白いことではありますし、こちらの機種も1000円とか2000円ぐらいで多分安売りされてるものだと思うんですよ。なのでそういった機種を拾ってきてカスタムロムを入れて新しい場所を作ってあげるっていうのも、これもまた面白いし、まあ、スマートフォンも報われるんじゃないかなとは思
思いました。まあ、ただ今回は普通にね、僕がエクシノスっていうこの CPU を乗せた S3α っていう端末が好きっていう、まあ、その愛情もあったし、まあ、昔使ってたっていう思い出もあったんで、ま、いろいろやってて楽しかったし、まあ、もちろん使い方によっては全然まだ実用性もあるかなとは個人的には思いました。なのでね、お金のない人はこうやって工夫をして、格安スマートフォンライフをですね、ぜひ歩んでみてはいかがでしょうか。ということで今回ですね、山川照樹のギャラクシー S3α SC03E のご紹介でした。それでは皆さんまた会いましょう。さようなら。